橋のプレス回避しました。これが一つ湘南の持ち味です。福森から裏へのボール、小柏が伝わった、谷出ている、しかし大岩対応、これはキックはずれました。セカンドボールを拾ったのは札幌の小柏。福森手を挙げているチャナティップ、サイドを変えてそのチャナティップ、ナイスボールですね。素晴らしいですね。青木打てるか、かわした、右足正面、ちょっとずれましたね。でしたね、まあ、今ね左サイドから右サイド、あ、そうですね、駒井選手が走っていて、はい、駒井選手まで届くかというボールでしたけども、その前のチャナティップ選手でしたね、はい、しかもチャナティップ選手が受けるだけではなく、もういい視野を、ね、確保して青木選手見てましたから、はい、決定的な、まあ、サイドを変える札幌です。福森、ここで金子が要求、その金子へ、いやー取りますね、ダイレクトの折り返しは肩に当たりました。札幌ボールが続きます。まあ、しかも福森選手のボールはボールの回転も綺麗ですからね、はい、寄せられててもトラップしやすいね、ボールを蹴ってくれてますよね。あ、そうなんですか、はい、